アダチ夜ン6月5日台は、日本の医師、医学者、政治家、国民民主党所属の参議院議員、国民民主党参議院幹事長、筑波大学客員教授、筑波大学医学専門学軍助教授、国立霞ヶ浦病院消化機会長、筑波メディカルセンター病院診療部部長、厚生労働大臣政務官、参議院政治倫理の確立及び、 選挙制度に関する特別委員長、民進党政務調査会長、旧国民民主党政務調査会長などを歴任した。大分県大分市上五次いで、父、になり、母、梅野の次男として生まれた。母は教師だった。大分市立上五次小学校、大分市立小寺中学校、大分県立大分舞鶴高等学校、筑波大学医学専門学群卒業。 大学卒業後、筑波大学附属病院見学生、研修医を経て、1983年より、筑波大学附属病院委員。その後、絹師会病院勤務、国立霞ヶ浦病院消化機会長、筑波メディカルセンター病院診療部長を務める。また、1994年より、筑波大学医学専門学軍臨床医学系、月下講師、2003年より、 同女教授。2010年9月22日、厚生労働大臣政務官退任の挨拶2004年、足立信也と安心な日本を作る会を設立し、同会代表に就任した。民主党に入党し、第20回参議院議員通常選挙に、同等公認で大分県選挙区から出馬。自由民主党現職の中道俊也を10万病帳の大差で破り、 初当選した。2009年、鳩山幸男内閣で、厚生労働大臣政務官に任命され、菅直人内閣まで務める。在任中、出産育児一時金の直接支払い制度を作り、同年10月以降の分別について実施されている。2010年の第22回参議院議員通常、選挙では民主党公認で出馬し、与党への逆風で苦戦を強いられたが、 大分県選挙区で自民党新人の小田原清を4万票弱の票差で破り再選。2012年参議院政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員長に就任。2015年の民主党代表選挙では元代表の岡田克也の推薦人に名を連ね岡田が党代表に選出された。2016年の第24回参議院議員。 通常選挙では民進党公認で大分県選挙区に出馬し、また苦戦を強いられたが、自民党新人の古章現地1 0 90票の僅差で破り、参戦。2018年5月7日、民進党と希望の党の合流により決闘された国民民主党に参加。同日、政務調査会長に就任した。9月11日に政調会長を退任し、 組織委員長についた。2020年9月5日、立憲民主党と国民民主党が回答して設立する合流新党に参加しないと表明した。9月7日、玉木雄一郎を中心とする新国民民主党に加わる国会議員の募集が締め切られ、足立が同党に入党届を提出したことが明らかとなった。9月24日、 参議院幹事長に就任した。2009年12月3日、厚生労働大臣、長妻明と、河北総合病院を、視察2009年12月3日、厚生労働大臣、長妻明と東京女子医科大学病院を視察。シニーアーティクルズ著者、足立信也。ありがとうございます。